NHK の大相撲中継を見たことがある皆さんは、たまり席の妖精と呼ばれる女性をご存知でしょうか。その女性は2020年11月場所以降、たまり席に現れるようになりました。美しいいでたちと上品なワンピース姿で、所作の一つ一つまで美しいと話題になっています。相撲中継を見ている方や相撲ファンの中にも彼女の存在を気にしている方は多いかもしれません。というわけで今回は連日大相撲中継に映り込む謎の美女たまり席の妖精について紹介していきたいと思います。たまり席の妖精と呼ばれる女性はワンピース姿で正座をし、連日たまり席に座っています。さらに背筋がまっすぐで上品なオーラがあることから、テレビ越しでもとても目立つ存在になりました。連日相撲中継に映り込むので注目の存在になりましたが、彼女自身の詳細な情報は現時点で公開されておらず、名前もわかりません。そんなこともあり、彼女のことを妖精さん、ピンとした背筋の良さからピン子さんと呼ぶ相撲ファンもいます。彼女が相撲中継に映るようになったのは2020年の11月場所からです。当時相撲協会はコロナウイルスの影響で2020年の3月場所以降は無観客で本場所を開催していました。ですが11月場所からは観客制限をし、たまり席にもお客さんを入れて場所を開催。そこに現れたのがたまり席の妖精でした。彼女が連日座っているたまり席は向正面のたまり席で、テレビ放送で見るとちょうど行司の後ろあたりになります。基本的に観戦は一人でしており、席に座っている間誰かと会話をしたり足を崩す様子も見られません。その上品な佇まいから相撲ファンの間で徐々に注目される存在になっていきます。連日相撲中継に映り込むので毎日同じ女性が座っていると話題になり、注目の存在になっていきました。ファンの中には相撲中継を見たらまず彼女を探してしまうという人もいるほどです。大相撲のたまり席は土俵に最も近い席で、土俵上の熱線から砂が飛んでくることもあり、通称砂かぶりとも呼ばれています。土俵と近い席ということもあり、力士や行司が転落してくることもあり、観戦中は被害を受けないよう注意しなければいけません。また被害を受けても当日診療所での応急処置以外の保証は受けられないなど、他にも様々な観戦ルールもあります。チケットは1枚2万円で販売されており、一般人でも購入は可能です。ですが彼女はほぼ毎日たまり席に座っています。15日分すべて買うと30万円ほどになりますが、買えない金額ではありません。実際に2021年の11月場所では15日間毎日観戦していたという情報もありました。ただこのチケットは抽選でしか購入することができないのです。そして彼女が座っているのはたまり席の中でも異人員席と呼ばれる席で、一般のたまり席よりも土俵に近い席になります。この異人員席は講演会や400万円近くの寄付をした個人や法人に割り当てられる席です。約500席あるたまり席の中で土俵に近い300席が異人員席になるので、200人前後しか購入できない特別な席でもあります。連日注目度が集まるたまり席の妖精について正体を知りたがる人が増え、あの女優ではなど様々な憶測も飛び交うようになりました。そんな中、2021年1月場所中に大手週刊誌が直接インタビューをしたことにより正体が判明します。その際彼女は家族が講演会に入っているということを明かしました。ですが自分は一般人なのでと言い、他の詳細は何も語りませんでした。女優など様々な情報が飛び交っていましたが、本人の発言により一般人であるということが明かされたのです。家族が講演会に入っているということで、教会との距離が近い人物ということにもなります。相撲の講演会というのは贔屓にしている力士や部屋を応援したり支援する団体のことです。熱心に応援する人のことを谷町と呼んだりもします。家族が講演会に入っているということは少なからず応援している力士がいるはずです。ですがどの関取のファンなのかを聞かれても、一般人なのでということで答えることはありませんでした。
コロナ前は父親が見に来ていたという話もあり、コロナの影響で来れなくなった父親の代わりに来ているという噂もあります。後に協会関係者が、二所ノ関一門のある親方がお世話になった谷町のお嬢さんと明かしますが、これ以上は話せないとしています。二所ノ関一門は元横綱稀勢の里が率いる一門で、稀勢の里の現役時代に後援会としてサポートしていたという話もありました。彼女が注目されるようになったのは2020年の11月場所からですが、もっと前から見かけていたという噂もあるので、この話も間違いではないかもしれません。つまり玉里関の妖精は一般人ではありますが、二所ノ関一門の相撲部屋のある親方がお世話になった後援会のお嬢さんということになります。ただ一般人といっても、相撲中継が始まると SNS などでは今日は妖精さん来てるなどの投稿が多く見られます。実際に週刊誌のインタビューでも話題の人物になっていることを記者から聞かれますが、ネットは見ないのでとコメント。相撲ファンの間ではかなり騒がれていますが、本人はネットを見ないということでそこまで気にしていないのかもしれません。彼女は相撲ファンの間だけではなく関係者の間でも話題です。2021年の1月場所ではあまりにもネットで盛り上がってしまったため、 NHK の中継カメラにできるだけ映さないよう指示が出ていたといいます。そのせいか場所後半は中継に映る頻度が減り、力士が花道を引き下げていくときに映り込むくらいでした。1月場所で幕内最高優勝を果たした大栄翔の優勝インタビューの際にも映り込んでおり、気になった方もいるのではないでしょうか。翌3月場所は画面の中央付近に座っていたので、力士の仕切り中や取り組み中常に映っている状態で、そういった部分が関係者の間では話題になっていたといいます。さらに海外の相撲ファンの間でも話題になっており、 YouTube 上では相撲プリンセスとして紹介されていました。外国人の投稿した動画なのでコメントも英語ですが、何もしなくても優雅さがにじみ出ている、非現実的な高貴さ、日本のプリンセスなどのコメントが見られます。基本的に日本と同じようなコメントが多いですが、外国の方から見ても彼女は上品に映るのでしょう。SNS には英語で彼女に触れる投稿なども多く、相撲中継を見ている人からするとどうしても気になってしまう存在なのは確かです。彼女が注目されるようになった理由はいくつかあります。彼女が初めて認知されたとされる2020年11月場所は本来九州開催でした。ですがコロナウイルスの影響で特別に両国国技館での開催になっています。現在は地方場所も開催されるようになり、彼女は地方場所にも現れますが、頻度は国技館と比べると少なめです。当時は観客制限もされていたので、そんな中に毎日ワンピースで同じ席に座る女性がいたことで注目されることになりました。背筋の良さや上品なオーラなどひときわ目立つ存在だったこともありますが、東京開催が続いたことは注目度が上がる大きなきっかけだったでしょう。また彼女はテレビ中継で映し出されるといつも背筋がピンとしています。幕下の取り組みから客席に来ていることもあり、長いと4時間近く正座をしたままです。そんなこともあり、ネットでは正座椅子でも使っているのかとの声が出たほどです。実際はクッションを下に置き、その上に座っているようですが、それでも観戦中は凛とした姿勢や佇まいを崩すことはありません。そんな部分も注目された理由の一つでしょう。玉里関の妖精が一般人ということは分かりましたが、ネットでは彼女を詮索する人が多いのも現状です。 SNS に彼女の写真を投稿し、身につけている洋服やバッグの値段を特定するなどの行為も見られました。これは彼女が身につけているバッグが毎回違い、なおかつハイブランドなこともあり、余計注目されることになってしまったのでしょう。また彼女のワンピース姿をまとめたサイトや、その日ごとの感染状況をまとめたサイトもあるほどです。一般人にもかかわらず、熱狂的なファンがついてしまっています。こういった動きが続くと、今後相撲観戦に来なくなってしまう可能性もあるでしょう。ネットでも一般人だったら詮索はやめた方がいい、などの声もありますが、未だに情報の発信が後を絶たない現状でもあります。
現在、大相撲観戦の際はマスクの着用が義務付けられているので、彼女の素顔ははっきりわかりません。彼女が注目されるようになった時には、すでにマスク姿だったこともあり、素顔を知りたがる人たちも多いのです。彼女が観戦する様子を撮影した動画も出回っており、とても一般人とは思えないほど高い注目が集まっていることもわかります。コロナ前の観戦動画からマスクをしていない彼女と思われる写真を見つけ出し、素顔を特定するような動きもありました。ただ毎日、向正面のたまり席に座っているので、本人もテレビに映っている自覚はあるはずです。多少の話題になることは自覚していたかもしれません。ですが彼女の場合は、連日の観戦に加えて、様々な注目される要素が揃っていたこともあり、一般人にもかかわらず、知名度が上がってしまいました。週刊誌にインタビューされた際に、ネットは見ないと言っていましたが、ここまで注目されるのは、予想外だったかもしれません。相撲のたまり席は、テレビ中継でよく映る席のため、芸能人が座っていることも多いです。広角化として有名な林家ペーパー夫妻がおなじみのピンクの服で観戦していることも珍しくありません。また自身も懸賞を出している高須クリニックの高須院長が観戦している姿などもよく見かけます。有名人が観戦しているだけでも中継に映ると多少の話題になりますが、連日観戦に来る人はなかなかいません。ただ相撲観戦では過去にも似た例があります。五輪おじさんとして知られる実業家の山田直俊さんという方も同じように毎日相撲観戦に来ていました。彼は1964年のオリンピック東京大会からすべてのかき五輪を現地で応援していた人です。名前の通りオリンピックを応援する人ではありましたが、相撲好きでも有名でした。金色のシルクハットに羽織袴といういでたちで日の丸の旗を振り、客席ではかなり目立つ存在です。そんないでたちもあり、観戦の際は賛否両論の声が聞かれた人でもあります。元横綱の白鵬などとも親交があり、相撲界とも多少つながりがある人物ですが、過去には協会から注意を受けたこともありました。当時の放駒理事長は彼に対し直接シルクハットをやめるように注意したとされており、はっきり言って目障りと語っていたとされます。さらに2014年にはチケットなしで観戦をしたとして警察につまみ出されたこともありました。向正面席で観戦していましたが、チケットを購入していなかったようです。実際相撲ファンからの評判も悪いものは多く、観戦中もシルクハットを取らないので後ろの人は前が見にくく、苦情なども出ていました。テレビ観戦者からも邪魔と非難の声が多く、相撲関係者にも厄介者扱いされていたようです。そんなオリンピックおじさんですが、2019年に亡くなってしまったので、もう相撲観戦に来ることはありません。こうしてみると、同じような目立つ存在でもたまり席の妖精はただ純粋に観戦しているだけで、誰かに迷惑をかけているわけではありません。地方場所だったことも影響しているかもしれませんが、2022年11月場所は一度も観戦に来なかったようです。9月場所では正座で観戦する似たような女性の写真がツイッターに投稿されるなど、非常識な投稿も見られました。どちらかというと迷惑な行為をしているのは周りの人という印象があります。注目の存在になってしまいましたが、一般の相撲ファンであることに変わりはありません。これからも彼女が変わらず観戦していられるように、周りは静かにしているのが一番でしょう。というわけで今回は、連日大相撲に映り込む謎の美女、たまり席の妖精について紹介しました。家族が講演会に入っていて、二所ノ関一門とつながりがある、応援している力士などは不明ですが、彼女自身は一般人ということです。今後も大相撲のエピソードなどを投稿していくので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。